全然知らない展開にやってきたな。お、ここはダイヤル錠が付けられている。お、これはちょっと調べてみないとな。絵が、絵画が飾ってある。危うくあっちの方言う、2時50分の方、名前の方言ってしまう。言いそうになってましたかね。もう、それ、もう散々バカにされましたからね、コメントでも。絵画ね、絵画。お、聖母像がマリアやな。お、マリアーって。聖書が置いてある。創世記。一章一節。はじめに神は天と地と創造された。一章二節。地は形なく、虚しく、闇が淵に表にあり。神の霊が水の表を覆っていった。二章八節。主なる神は東の方。エデンに一つの空を設けて、その作った人をそこに置かれた。五章一節、アダムの系図は次の通りである。神が人を創造された時、神をかたどって作り。六章十三節。そこで神はノアに言われた。私はすべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を暴虐で満たしたから、彼らを地と共に滅ぼそう。主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。九章二十八節。ノアは洪水の後、なお350年生きた。九章二十九節。ノアの年、ノアの年は合わせて950歳であった。そして彼は死んだ。大長寿やな。十一節、七節。さあ、我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。この本は聖書なの？聖書のなんか書いてるけど、なんかヒントなのかな？さっきのダイヤのところのヒントになるのかもしれないけど、鉄格子があり向こう側行くことができない。オッケー？おーおーおーおお。いや、すごい奇抜なんやな。人がどんどんなんかこう、ロートみたいなところにさーっと入っていって、口を開いたなんか化け物みたいな。これなんか意味あんのかな？子供が書いたような聖書の書き取りがある。隅に何か書かれている。リンボなんてあるわけない。僕はまだ洗礼を受けていないから、死んだらリンボに行くんだって、お父さんとお母さんは言う。でも、リンボなんてあるわけないんだ。リンボって、あれかな？プレイステーション3か4で出てるなんかゲームだったっけ？女の子が操作する。リンボになんて行きたくない。この反省部屋も嫌いだ。聖書の書き取りも大嫌いだ。でもクローゼットの中よりずっといい。クローゼットの中は大嫌いだ。怒られてクローゼットの中に入れられるたびに思うのに、また僕は同じようなことをしてクローゼットに入れられるんだ。真っ暗で狭いクローゼットの中にいると僕は思うんだ。ずっとここにいたらモンスターになっちゃうんじゃないかって。お父さんとお母さんを殺してこの家にめちゃめちゃにする映画に出てくるようなモンスター。でもクローゼットから出ても僕は僕のままなんだ。モンスターになんかならなかった。なれなかったんだ。だからいつも僕はお父さんとお母さんに謝るんだ。悪いことしてごめんなさい。世界で一番愛してるよって。おお。電話？ Hey, stop that, would you?デビット怒らなくて。Huh? うん。は？ Stop that thing. It's hurting my ears. え？ What does? うん。Your phone. は？ I hate hearing phones ring. It's yours, right? Make it stop already. Calm down. 落ち着いて。Make it stop. Calm down, please. Where are you hearing a phone ringing? なってるよね。There's no phone ringing. In fact, I think I lost my cell phone earlier.So、please, calm down. そしてデビットの携帯なくなってる。それも結構重大なことじゃない？多分まあキースの中ではこの電話の音が本当に苦しめられてるような音なんやな。Why? Because it always brings bad news.I'm scared of phones ringing. I feel like someone's going to tell me about a death in a family again. いやでも内容がちょっと変わってたな。Ever since then, I haven't been able to answer calls. だからか。Why your son die? そう、すごい気になった。どうして？Run over by a truck,
driver died instantly. I couldn't blame anyone. はぁ、マジで? I still have idiotic thoughts. Like if I hadn't answered that call, maybe nothing would have even changed. If I'd had been with him, maybe he'd still be alive and smiling. It's completely stupid. It changed nothing. What could I have done?Sorry for grabbing you. I was just confused. Let's go. まあそういうこともあってっていうことだもんな。ん?ん?なんかすごい音鳴ってたけど大丈夫な?でもあの、ダイヤルが書かれてる部屋が、どこにヒントがあるのか、とかな。でも、ここ、あれ?前回となんかちょっと違うところがあるぞ?ちょっと待った、間違えた。これはみんなよ、いや。あー、もう結局一緒か。この、丸まった紙のやつを調べようと思っただけなのに。部屋、あれだもんね。あの、ヘネナ迎えに行くときの部屋とちょっと似てた気がするんだけど。気のせいかな。これがヒントなのかな。だとしたらなんだ?この聖書がヒントだとしたら、ダイヤルでも4つでしょ?ここ。ね、違うよね。違うか。3の倍数みたいな感じに、ちょっと、考えてみたいけど違うな。ちょっと待って、でもなんかないかな?ヒントになりそうなの。これ使ったもんな。これも使った。あ!これか!秘密の部屋の番号。はい、あ、失礼して。秘密の部屋の番号でアダムの系図、ノアの箱舟、バベルの塔。そういえば、これに関してのやつやってないな。そして、なんちゅうタイミングで。なんちゅうタイムで、石焼き芋って来た。嘘やろ。ベニハルカ、ベニアズマ、アンノイモ、ちゃんと揃い揃えとるやろな、そこ。めっちゃ収録のタイミングでこう来るって。嘘やろ。夕方にやってるから。ちょっとその間考えよう。アダムンと、ノアの箱舟とバベルの塔書いてたもんな。多分それがヒントの答えになるんかな。そこに人置かれた。お!アダムの系図!え?ということは、5。ちょっと待って、5だよ。で、の。あなたと家族はみんな、箱舟に入りなさい !5!7! か。で、これノアの箱舟のことでしょ?で。さあ、我々下っていって。11-7って何これ。うん。ん?バベルの塔、どういうこと?バベルの塔が ?5-7 まで分かったけど。これ、ノアの箱舟のことでしょ?ノアの箱舟だ。え、これじゃん ?11 章7節の。さあ、我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。バベルのとこって。そういうこと?私、バベルの塔のことをよく分かってないからな。すっげえでかい塔っていうのをなんか聞いたことある。すっげえでかい、東京スカイツリー並みのでかさっていう。ね。
んで、まあ、それをこう、大阪の人たちはこう、バベルの塔ですって言ったら、まあ、よー、この子喋、入ったらね、もう喋りが止まらんようになるからね。何やったっけな、喋るの塔って言うんですかって感じにね、言う人もいるかもしれませんけども。ごめんなさい そんなこと言う人はいないと思うけど。と、なんと、こうかな。喋るの塔 !5711。おー、来たー予想、当たってたっぽいけどまあでも当たってた、やったって、これ何やん、この部屋。古いビデオテープが置いてあって、10年後の雑誌が置いてある。もう棚には映画やビデオや DVD がたくさん並んでいる。古い作品や新しい作品まであるようだ。飲み物の空き瓶が置いてある。古いビデオテープが置いてある。おほう。これは壁一面に映画のポスターが貼られている。これはブギーマンが、おほう、ほほう。これはブギーマンが殺害をするためのなんかこう、なんかなんだろうこう、見てたのかな映画とかを。で、この部屋のなんかここ気になった。あれ？これなんか使えない？ロープとか。ああ、間違えた。召喚。ええー、ちょっと気になる箇所あんのにここに。上のところ。というか、せっかく秘密の部屋の暗号を解読したというのに、なんかアイテムとかないの？ちょっとくまなく探せよ、くまなく探せ。何か調べ足りないところがあるかもしれない。くまなく探せ。ない。ごよく考えたら多分ここ、はしごを登って、もともといた場所に戻ればいいんじゃないか？これ。結局。思えばそうだよ。最後戦ったのこの部屋ちゃうもん。こっちや。あー。また電話の音。あ、でも、キース無視してる。前回、あそこで、お？ I hope Keith and David are alright. It's been so long since they went out.うん。あれ？え？ヘレナさん？ Thank goodness you're safe. うん。Where's Keith? He went looking for you. Oh, but I'm so glad. Now we'll just wait for those two to return and... そうだよ。探しに行ってんだよ。え？ Wait! Where are you going? ああ、どこ行くねん。I have to go. That man's going to come.He'll catch me. Eh? Don't go, Helena. Stay here with us. You'll be alright. Oh. Yes, Helena. You should be safe with us. To go out simply isn't... Helena! Eh? Lance! Lance! What are you thinking? You know how dangerous it is to go it alone? Oh, とか足脳治ったんかい? Let go! If I don't run, that man will catch me.So then why not stay with us? You gotta calm down, lady. No! If I'm caught, Keith will... Keith? What about Keith? Hey, I don't know what you're saying. Hey, wait! なんや？ヘレナのあの、あれかな？ヘレナは、その、ブギーマンに捕まるとキースの命危ないぞって脅されてんのかな？で、キースは逆に、ウリーマン捕まえろっていう話だもんね。で、え、ちょ、ランスは？ Where'd she go? こんなところまで来たのかよ。Lance, what are you doing out here? うん。You guys. Hey, we saw Helena. She was okay. Really? うん。Yeah, but I lost her. We gotta catch up. She should be nearby.ん？ I'm taking you back to the room. What? You going deaf? I told you your woman's close by. このランス偽物じゃねえかってことか。足怪我してんのなんでお前歩けんだよって。とか、足の怪我の仕方がおかしいってことだったのかな？ What's the plan if you're attacked? You can't run with that leg.
多分キースはそれを睨んでるのから、もう部屋に戻すって言ってるのかな。You... Don't you tell me what I can't do! Lance, stop it! ああ。You know, that cocky freak is scary. But in my eyes, you're scarier! え? I'm grateful that you saved me. But past that, you're shady as all get out. I never know what you're thinking. For all the lengths you go to save people, you never show any emotion. Never get upset. Not to mention knowing all about my past and trying to scare me with that. Just like that other guy. Tell me, why do you know about me? I liked your articles about the Bronx incident. They were pretty on point. I was wondering when I could read more, but more never came, because the author had left journalism. Huh? When I heard your name, I had my suspicions, and it turned out I was right. One leading question, and I'd gotten you. 誘導尋問うまいな、キースは。I didn't mean to go fishing through your past. I just read your articles. And you talk just like your articles read. Really has that unpleasant attitude. You should have told me that before. What'd you have to scare me for? I just wanted to tease you for picking fights with everyone. Want to take it to court? I'll win. 裁判の国だからね。I really don't get you.Can't even tell if you're serious or a huge joker. But, I can tell one thing. You're not just an unfeeling Robocop. The whole never shaken thing is just an act, huh? I shouldn't be inviting citizens to panic. Stop saying crap about shoulds and shouldn'ts! Listen, I know. Deep down, you think we're just annoyances. Don't really care what happens to us. Because ultimately, we're total strangers.You're sketchy as hell for trying to hide that. Why you gotta hide that? If we're just in your way, say it. Don't go so far protecting us that you'll kill yourself off. If you want to save your woman right now, then... どうしようと。ランスの言ってることもわからなくはないんだよな。I'll look for Helena too. だって、キース一人で何でもやろうとするもんな。Did you forget what I just said?You're an annoyance. Go away. Right you are. You go back with Lance. But Keith... I'll be fine. Don't let him get hurt anymore. Go. デビッドさん。なるほど。で、これで、マンツーマンになるわけか。よし。この絵の意味もよ、まあ、結局わからんまんま、わからしまいやけど。最後のラストバトル行こうか。こっちはめちゃめちゃ怪我しとるけど。血も、満身創痍状態やけど。これで、ブリーマの正体もわかるのかな。おや?ここなんかレバーあんの?なんだ?つうかあったっけ?レバーなんか。I've been waiting, detective. さあ。I'm in a very bad mood right now. Because I keep losing to you. Life really doesn't go the way you want it, huh? Even when you try to break up the monotonous days, it just doesn't work out. Sadly enough, even this fun game is almost over.Catch the boogeyman and you win. Happy end. But that's all right. I'll put up a good fight with you, detective. Then we'll see what ending we're getting. It goes one way or the other. Victory or defeat. Nice and simple, right? まさに dead or alive やな。やってやろうじゃないか。お前には負ける気はしねえ。おお、うわ、痛い!痛い痛い痛い!前回よりもなんか、はい、飛距離が速いぞ!で、攻撃の仕方がなんか、あれ?ないぞ?あれ?今回そういえば。あれ?今回そういえば。武器がないぞ!うわぁ!来るか、そんなところから!あれ?ちょっと待って。どう戦えばいいんだ、これ。いって!あ。あ、持ち出した。え?あれ?そういうこと?
Round 2! そっか、こっち召喚を持ってたわ。Who are you? Man, who are you? 誰だ？顔を見せろ！ I'm not anyone, detective. 俺には誰でもない。うぅ！最後の悪あがきを。あ！Looks like you did things out of order, detective. はい？順番間違えた。But still, not bad. え？え？え？嘘やろ？ Helena? David. Where's Keith? We came here together earlier, then we split up.He must be that way. Let's go look for him. うん。ちょ、そんなヘレナ、発狂するで。ほらー Keith! Please, Keith, get up! Don't move him, Helena. First we need to stop the bleeding. Helena. Are you there? I am. It's okay, Keith. We'll stop the bleeding.Can't see blood in my eyes. Helena, you there? No. Please, Keith. Please. Hold on. Please. Don't leave me. You're the only one I can't lose.Helena? Mm-hmm. Helena, what's wrong? Hmm? Huh? Hmm? You were crying. Have a bad dream? Hmm? I had an awful dream. What was it like? I don't want to remember it.Helena, you need to wake up soon. I want to sleep a little longer. Wake up, Helena. The bad dreams are always the real ones. Hmm. Hmm? Oh.画面が変わった。Were you asleep, Helena? シャーリー髪を下ろしたんや。I was dreaming. What kind of dream? A happy dream. Good. I'm glad you can get some sleep. Do you think you can eat anything? I'm done cleaning the storeroom, so I thought I'd make you something. I'm not hungry. You need to eat, Helena.It's not healthy. I'll make you something simple. Thanks for your help, Shirley, but it's fine. You don't have to do anything. I'm just glad you came. If you can get to sleep, then maybe you should sleep. But isn't it chilly by the window? Come to the bedroom. Jeez. I want to be here right now. It's my favorite place.キースやっぱなくなったのかな。I always like to see my son coming home from kindergarten or Keith coming home from work. This must be a great place then. Helena, you remind me of a friend of mine. She got along really well with her husband.
So, when her husband left, she was very depressed. She told me that her son's support helped her get her back on her feet. She was a really good person. When I was introduced to her, she told me she was glad to have a daughter-in-law. ああ、多分デビッドのお母さんのことやな。But I didn't know much about becoming anyone's family. I thought, if my parents threw me away, how could I ever be a part of a stranger's family?And she noticed my worry, so she told me this. While I had an unhappy marriage, through it, I met my beloved son. But not everyone can have such happy meetings. So, if you're unsure, I won't mind if you run away. Ultimately, I let anxiety get the best of me and I ran. And by the time I resolved to come back, she was already gone. I still regret my cowardice, but I know it's too late. David seemed to think that you and Keith didn't get along, but I never thought that for a second. You were always so concerned for Keith, and Keith always sounded kind when he spoke to you. I knew you must have really valued each other. I thought I'd like to be like that myself, but...It's not so easy. I still don't know how to go about it. I'm sure you just need lots of wonderful memories. It's okay, Shirley. You two will be just fine. Thanks.Why do the people so close to you?Always have to go so soon. Linus, sorry, I was cleaning the living room and I broke something. Hold on, what did you break? A glass cat? You broke a Swarovski ornament! What are you doing? Swarovski の着物デビットお前ってやつは That's why I said I should clean the storeroom. You know I'm clumsy. もうそんな高倉健みたいなことを言って There's even more stuff in there. That would be a disaster. Say what? You two are just too adorable. There's nothing to worry about, Shirley. You're a wonderful pair. I know you'll get on fine.Shirley, I don't want any more bad dreams. I'm exhausted. まあでもシャーリーはシャーリーで悩んでたんだよな、デビッドのこと。I just want to have happy dreams. そしてもうヘレナはこれ以上辛い思いをしたくはないと。ヘレナ！バッドエンドかよー。ハッピードリームって書いてるけど、バッドエンドやないかー。多分何か回収しきれてないんやろな。ブギーマンの正体も出せてないし。ということで、また次回頑張ります。次回こそは、みんな、生かしてやる。